レイはマミヤの熱い思いに触れ愛を知った。ラオウに飛行を疲れ3日後の死を宣告されたその時に、彼は自分の思いを確信する。だがマミヤはレイの愛には応えられなかった。両親を殺し自分に戦いを宿命づけたこの肩の紋章ゆえに、ユダ、レイと同じなんと6世間の一人、妖精の男。レイはマミヤを襲う自爆を解くためユダを撃つ決意をする。飛行により徐々に体が崩れる。想像を絶する痛みを受けながらも戦うことを選んだレイ。マミヤはそんなレイを悲しそうに見つめる。その手にはレイをあらゆる苦しみから解放する薬が握られていた。そして二人は知らない。マミヤもまた死を予言する星、視聴星を見ていること。どこまでも悲しい愛、どこまでも儚い思い。マミヤ、自分の手で未来を捨てることはないんだ。レイ、私は愛されることを放棄した女。私を見つめないで。最終話、妖精の赤き希望。私は戦う。死んでいった人たちのためにも。マミヤ、やはりお前は女だ。ユダは俺が倒してやる。レイ、辛そうだな。大丈夫か？俺はどんな苦痛にも耐えられる。
今だ。敵軍を削く。村に戻っている。ここから先は俺の戦い。ユダは必ず倒す。俺がレイと共に行く。心配はいらん。この先を東へ抜ければ見つけるはずだ。Yeah! Alright!
助かったよ。礼をさせてくれ。こっちに来てくれるかい。
様のご命令だ。マジからは出さねえぜ。Thank you.
マミヤさん、戻ったか。ユダが現れた。村の者に加勢してくれ。襲われているようだ。
マミヤさん、素晴らしい活躍だ。村の奥へ入っていったようだな。マミヤさん、無茶をしてはいけない。この薬をレイン。わかった、私が預かっておこう。あなたを倒せばこの楽園も心の傷も。お前の血がまた俺を美しく染める。Ah!
なんと降格圏奥義決勝士。なんと水長剣奥義昇白で。だが俺はこなしに勝てません。ユダ、俺はずっと幻影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水長剣の舞を。俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中で。さらばだ。なんと六星剣伝承者、妖精のユダ。とうとう最後の時が来たらしい。レイ、いいか、市長生が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい。女として生きろ。女の幸福を求めるのだ。さらばだ。来てはならぬ。俺はお前にだけは俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない。幸せにな。忘れはせぬ。お前もまた良きとも真と同じく俺の中に生き続ける。Hey.
どうした、マミヤさん。お、星が、あの星が見えない。視聴性が消えた。